そうそう、お昼の配信でなんとかしてたんだけど、え、ちょっと待って、あ、待って、ブス、キャー、やだ、本当にやだ。とりあえずアイラインと、リップをして、はい、アイラインアイラインよしよしよし、オッケーオッケーオッケーね、なんか本当に今日は何にも髪の毛とかいじってないのね、本当。今日溶かしたっけっていうぐらい、え、今日昼配信してないよ。で、今日これ初めての配信 いつも最近は昼配信をでメイク配信して完成した姿を見せて釣ってたけど、今日はそれしてないからブサイクのまま来てしまった。いや、しょうがない、しょうがなかった。っていうかあれっす、ちょっと待って、髪の毛が、髪の毛が、いやー、なあ、本当にどうしよう。え、今日外出たんよ。なんかすっぴんでマスクして外出たんよ。その服持ってるかも。え？私でもこれ自分で買ったやつじゃないんだ。お揃い？お揃い、嬉しい。そう、可愛い服なんです。言わないで。ボサボサでマスクして、出かけたって言ってもお買い物に行っただけだよ。梅水晶かグミか。ねえねえねえ、何なの何なの、なんでそんなさ食べ物のことばっかり聞いてくるの？ ね、そう、この間配信で切りました、バチって。一ハサミでいきました、これ。食べ物でしょ？アイスか？チーク菓子？もうほんと、みんなして。配信始めてくれると自然とルームに入ってしまうようになりました。嬉しい、ありがとうございます。食べ物買いに行ったんでしょ？そうだよ そうだよ、間違ってないよ。っていうか、なんでわかるの？ユウのこと。わかんないじゃん。友達と遊びに、友達と遊びに行くとしたら私はすっぴんで出かけないし。配信で、そう、なんかお昼配信で、なんか前髪長いよね。あ、それこそ、あれだ、昨日のお昼配信で切った。みんな分かってるね、本当に。すごいすごい。
出かけするとき最低限どこまでメイクした？どういうこと？どういうこと？私今日すっぴんで出かけちゃったんだけど、どういうこと？それは。みんなポキが、ポキのことが好きだから、ポキのことが、あ、ポキが、うん、ポキのことが好きだからって打つと、あ、コメントされると歌いたくなる。せーの、ポキのことが好きだから。可愛いお洋服を着たのは休日ということもあって、レッスン着では出かけたくなかった。レッスンじゃないし、明日使うしって思って、休日だからワンピースとか着たくなっちゃったんだよ。なんかさ、ねえ聞いて、ゆうがさ、ご機嫌で配信してさ、結構こう、まあ普段なんだけど、いつもいつもいつもあのテンション高めで配信してたら、なんかチャットの返信でアルコールは飲まれましたかって返信来たんだけど、飲んでない日に言われんだよ。で、飲んでる日は一回も聞かれないのに。飲んでません。イメチェン、イメチェンしてないよ。飲まれました。飲んでません。今日はなんなら夜ご飯まだ食べてない。やばい、こんな時間に食べたらやばいよね。飲んで配信してる時、飲んで、友達と飲んで、よし配信しなきゃってそのままのテンションで配信してる時あるよ、たまに。ほんと1ヶ月に1回とかのペースだけっていうか、うん、頻度。でその時は誰にも聞かれないの。なんか変わんなすぎて、全然言って酔った状態じゃないからあれなんだけど、うん、そうそう、気づかれないのにいつものテンションで配信した日にはチャットの返信でアルコールは飲まれましたかって聞かれんの。おかしくない？その通常運転なのに。今日もお酒飲んでないよ。飲んでません。あんま飲まないんだよね。そんなすごい頻度で飲むわけじゃないし。本当に月一。飲んでも甘いやつ、うん、
今日かなりご機嫌。あ、そう、やばいな明日って思ってんだけど。やばいな久しぶりに公園やばいなって思ってるけど、久しぶりの公園だし、先輩の生誕祭だし、そう、どこぼじだと思う、みんな明日のプキちゃん。初めてのポジションではないです。そんな人がもうね、今日はたくさん寝ましたじゃないですかね。じゃないから、まあ予想して皆さん楽しんでくださいね。え、楽しい？予想はさ、予想することは楽しいの？みんなサブポジか研究生ポジか、うん、あ、私今日ね、あのね、あん、冷凍庫にポッピングシャワーあるから食べていいよ。はい。なーに、疲れた？最近めっちゃ34食べた。あー、ほんとよかった。予想して席が上手か下手か気になる。あー、確かに。姉太っ腹、いろんな意味で。ねえ、なに、もう、なんなの、もう、それどういう意味？もう、じゃあもう一つの意味教えてよ。姉太っ腹、はい、これ1個目はさ、優しいね、妹にもアイス買ってあげて太っ腹っていう意味の太っ腹だけど、もう一つの意味は何？もう言わないで。アナちゃん明日出るよ。アンナちゃんに譲るって何？私もう食べたんだけど。本当に今日はいいことあった。うん、お昼まで寝て。あ、でもあれ、ラーメンを食べた今日は。うわー、ラーメン部、我慢していたラーメンを解禁しました。ラーメンを食べまして、まあ適当になんかドラマとか見て、でその後出かけて、
まあ、あの食べ物を買いまして、それを買って食べて寝て寝て起きて配信してる。何この一日のスケジュールでどこで私はテンションが高くなるポイントがあったというのさ。アンナはタピオカがいいって言ってた。え？そうなん？ごめん。それだったらごめん。でも昨日アンナと一緒にタピオカ食べたよ。どうやって食べたん？ユナが頼んだタピオカを二人で食べたよ。ラーメン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 。そうか、私はラーメンで機嫌が取れているのか。そうだわ、あとそうちゃんと寝れてること。明日も早いし、私睡眠命で生きてるからね。ラーメン部、明日のお昼ラーメン部が揃います。知ってた？みんな明日のお昼公演来てくれる人、あれだよ、明日はラーメン部だらけだよ。十分の5ラーメンなんだから。ぽいちゃん夜も出ます。ぽいちゃんは明日2公演出るよーん。それでは皆さん、明日昼夜公演来てくれる人、エビの2連続3連続、はい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 、ね、なんか今日すごいエビ、ずっとなんかさ毛が見えてんだけど、なんどこから、あ、そういうことか、これか。エビかエビ、ビビビビビ。明日来てくれる人が昼公演でいい席になりますように。夜公演はダメ、昼公演
25日、来てくれるのありがとう。26日、来てくれんのありがとう。25日も楽しみだな。そう、夜はあの手すりに捕まっている KMT を想像してたから、そうかもしれない。25日ね。嬉しい。何の衣装かな、何やるかな。知らないんですけど、何もまだ。あ、匂わせじゃないです、私知らないですからね。予想しよう、みんなで何衣装だと思う。1ヶ月後が気になる。どういうこと？どういうステージなんだろう。どういうところに立つとか。で15時16時とかだからまだ明るいでしょ。あ、高級ありそうだな、高級っぽいな。上手だね、予想すんの。あ、生誕祭、生誕祭で来月にできるかどうか分かんなくない？なんか半袖で、半袖か、新時、新時もありそう。白でちょっと爽やかに。長袖の厚い衣装ではないと思うんだよね。高級か新時か、渡り鳥もありそう。夏は時ばかり来てるイメージ。嘘、去年のフェス見たらそんなことはないと思うよ。去年はあの別衣装がすごく多かったから、冬だったら赤の赤ベロアとか多いけど、今日負けとかの衣装ね、長袖の。
去年のフェスの画像、あの別でしょ。あ、違った、これ違うわ、ミュージックビデオ撮影だ。これ、これはなんだ、渡り鳥でしょ。これサマステ、あとひまわり、ひまわり衣装でしょ。シソシナが新時だよね。ひまわりかわいいね、ひまわりかわいい。で、あの別、これがあれですよね、ティフ。わあ、夏い、そんな1年も経ってないのに夏い。NST 松井さんが高級でしょ。へえ、リポートやったやつだこれ。あと KFB 祭りがセカオ、やばい、この時私めっちゃ漏れてたんよ、めっちゃ漏れてたの、やばくない？こことここにお団子作って、この日は漏れてた、めっちゃ汗かいたけど。で、米百俵フェスが赤ベロアだね。あとこれは何？あ、風流フェスが渡り鳥。うわー、すごい、めっちゃめっちゃ出させてもらってんだ。セカオね、暑かったんだよね、すごく重くて。角田浜さん、いやもう振りわかんないかも、忘れちゃってるかもしれない多分動画見たらね、一瞬で思い出すんだけどね。短期記憶、恐ろしい。あれだね、あと三条の看護学校の時はピンクの、はるか村の時に来てらっしゃったやつだよね。
ほほほほ。爆笑は覚えてるよね。え、多分だから踊ったらできるんだと思うんだよね。ただ今ここで踊れって言われてもさ、椅子よくして、みんなみひトトントトトトトトみひく君となったトトトトトトタタタ、一二三、タタ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 大丈夫かも。違う、これ違う。なんだっけ。あー、ここ違うパートだ。前髪切りました昨日。これでやらなかったらおもろい。どこで？いや、今年やるってなったらやばいねっていう話なんだけど、柏崎でやるとは思ってないよ。おしゃれな服ありがとう。タタルタルタルタタルタルタル、くるるんぱん、タン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 、私たちのパート、急いで移動する。はい、こっから何？だから動画見たらはできるんだよ、みんな。振り入れ苦労しなくなった。前より早く入るようになったよね。なんか大人っぽくなったね。ありがとう、すっぴんだけど。ラジオ代わりに聞かせていただきます。ありがとうございます。明日もよろしくお願いいたします。おにぎりドキーショーでポキちゃんの二の腕が見たい。ほんとやだ、もうプル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 。そこでみんなもさ笑うってさ、みんなそう思ってんじゃん。ちょっとソファーで寝てたらさ、犬アレルギーが。まあそうなんですけど、そうなんですけどね。ここなくなりたいんだよね、骨だけ。腹筋も見たいです。ないんです。ないんですよ、腹筋なんて。ただた時の筋肉割れの線があるだけで、
線が、だからみんなバレ、あれだよ、多分例えば腹筋割れてない人が、なんだっけあれ、シェーディングみたいな影入れるやつでこうやって線描いたらみんな騙されるタイプだよ。そんな、私は腹筋なんてもうプリ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 なんだからね。そうだよ、みんな腹筋あるけどその上にお肉、そう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 、それもそうなんだよね。別にないわけではないんだけど、割れてもないし、腹筋書いてるんだ、いや書いてないけど、ゆうはただただ線が書いてあるだけで、書いてないですよ。そのやめてくださいね。いやポキちゃん腹筋割れてるように見せるためにシェーディング書いてるんだとか思われたくない。シェーディングはメイクポーチに入ってないので。あー、もうこの壇上のアイスのギフトがすごい魅力的書いてる人がいるってこと、いないと思うけど、まあこういう生活をしてたら全然腹筋なんて出ないですよ。できない。配信後にコンビニ行きません。今日はちゃんと寝ます。明日早いので。裏立て伏せ何回できる？2回やったこと、そんな最近数えてないんだけど。ソフトクリームがチョコが好き。一緒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 、バニラとかミルクよりチョコが好き。知ってる？女の子って腕立て伏せできないんだよね、女の子少ない女の子ファンに聞いてみるね。そうだよね、女の子ってあんまり腕立て伏せできないよね。うちの妹も多分一回できないと思う。腹筋とかスクワットはさ簡単にできちゃうけどさ、腕立て伏せって難しいんだよ。なんなのなんなの女の子ちょっとやってみて。腕立て伏せできる女の子。ポキが本当に筋肉ない人みたいになってるけど、そういないの、いないんだよ。そう女の子がいないの、二人できる女子しか、そうね、腹筋シェーディングに余った海苔を差し上げます。ありがとうございます。これで私も腹筋我々女子になれる。なんかさ、このさカウントが難しいよね。カウントが難しい。だからこうしてさ、ここでもう1ってカウントしていいのか、もうさ顎がつくくらいのさ高さまでこう持ってきてギャッてやらなきゃいけないのかで違いよ、ワンカウントが。だからもうこれでいいなら多分めっちゃできちゃうよ、これでいいならね。でもここまでやんないとでしょ。
こうその違う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 じゃん違うじゃんみんなみんなちょっと待って待ってシシシシシねえこれがさ床だとしたらさこれ床だとしたらさ ここまででいいのかさ顔の高さこれでいいのかさここまで行かなきゃいけないのかが違うよねってあげた状態から半分ぐらいまでいったらもう1って数えていいのそれだとしたら家めっちゃできちゃうよそれはダメマジでどうする明日歌えないかも鼻水すごすぎてをつけたらカウントあそうなのじゃあ私一回もできないかもしんないわ NGT で一番非力あーやばいバカがバレる響きは私今花江だと思うどう思うみんなは花江が、リリカじゃない、スイスイじゃない。あ、分かってないな、みんな。絶対花江だよ。だって、多分さ、私、花江のこと、ツンってやったら多分、おっとっとってできると思う。か弱い女の子だから安いすいとかリリカじゃないと思うんだよね多分ね私はもうほんとあの握力で体力測定の点数を稼いでた私ですから私が力が強すぎるっていうのもあるちょっと腕相撲対決したいでもなんかアイドルだから怪我したら悪いからそういうのできないんだけどいくつ30でもその男性と比べたらダメだよ全然34とかだと思ううんってやったらそれはどうなの34、32とかだと思う。そんなに右左右で左右で差がないタイプ。てか小学校の時はずっと同じだった。ギュッギュッって同じ数値。
そうなん30って強いの。え、あ、そうだ。じゃあ強いんだって。じゃあ強いんだ。キムティの心をつかむための握力違うよ。KMT の心をつかむというか、 KMT がちょろちょろしたりとか離れていきそうになった時に捕まえとくとあの離れないようにする。息子握力16。え、でもあれでしょ、中学生とかじゃないの。いや、私はもう高校生の時の数値ですから、これは。ねえ、そうやってさ、なんでさ、ユウナがさこういうこと言うとみんなムラグラ掴まれるとか腕の骨折れるとかさ言うの。やばい人じゃん。どうすんのこんな話しててさ、初見さんがはっ、まあすっぴんだから今の顔可愛いとかはないけどさ、素敵って思ってくれたとしてさ、あ、握力34なんでみんなの腕を折れるくらい掴みたいと思いますとかさ、誰がこの子のファンになろうって思うの。あ、強い女の子が好きっていう人も中にはいるか。そう、おしとやかなお嬢様なの。そうなんだよ。え、分かってるじゃん。そうなの。なのにみんなが、いや、ボキちゃんは怖い。そうよ、みんな、なん、どこの世界に言ってたのかしら。ポキちゃんは清楚でお嬢様なんですわよ。あ、重い重い重い、あ、重い。重い、誰か助けて、重たい。握力言っちゃった。腕立て伏せ2回の後にそうだった。
うっせって書くとこだった。なんなんだ、 KMT ってポキのことが好きなんじゃないの。なのにさ、うっせって言われるの、私ファンの人に。どんなアイドルだよ。ファンの人にうっせと言われるアイドル。仲良しか？仲良しだな。ポキのことが好きだから、はい、せーの、ポキのことが好きだから僕はいつもここにいるよ。人混み紛れて気づかなくてもいい、大好き、ポキのことが好きだから、君と会えたそのことだけで温かい気持ちでいっぱいになる。あら、ここで二の腕、あ、二の腕は見ないでください。じゃあ見て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 、あ、ほら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 、すごい筋肉、ムキムキだ。プニプニです。私今日30分にやめる予定だったんだけど、ファンに二の腕見せるアイドルいない？え？あ、そう、だってさ、衣装で見せてるからいいかなって思う。だってさ、ノースリーブの衣装とかさあるし。どうする？見えると見せるは別物という声が聞こえました。あ、確かに私は見せてるからな、もう何でもかんでも。
やめようかな、やめようかな。でもね、結局ね、早くね、配信やめてもね、早く寝れないんだ。寝れないの、結局ね。お風呂入って、今からお風呂入って、ちょっとだけご飯食べて、明日の確認をして、っていうので30分早く終わろうかなって、このやる時間を、あと洗い物をして、今日は多分2時か3時くらいに寝るね。2時か3時に寝たら、なん、まあ私が寝てる間に、さっきね、ソファで寝てる間に起きてて、ちゃんと洗い物をしてとか やってたらこんな遅い時間にはならなかったんですけど、明日はでも7時に起きるくらい、7時です。まあだとしたら4567、4時間寝れてるから、まあいい方なんじゃないか。だから。ちゃうねん。私が寝てる間にやっとけばよかったって。3期生って昼夜の間は寝ない。寝る時もあるよ、もう机に突っ伏してこうとか、あとケアをしていただいてる時に落ちる、パンって。心配だって言った、自分が寝てたのに。やめまーす。今日何分やった？あ、ちょうど1時間ぐらいか。じゃ、やめますね。
13位リエちゃんズさんありがとうございます。12位ひろいちさんありがとうございます。11位いちたさんありがとうございます。10位まささとうさんありがとうございます。9位突破きゅうさんありがとうございます。8位ビールバラさんありがとうございます。7位きっともえライン二の腕マーメイド曜日さんさんありがとうございます。6位かじゅぽんさんありがとうございます。5位とまおさんありがとうございます。4位かたやまさんありがとうございます。3位ゆこりんさんありがとうございます。2位たかたんさんありがとうございます。1位やまありさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。やばい、今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。よし、こうしたらいいのか。あー、二の腕が、夏やばいじゃん。二の腕だし これからの時期やばいね。じゃあおやすみ。明日気をつけてきてね。バイバーイ。